はい、こんにちは。ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの道場です。本日は新旧対決、はい、ということでちょっと発売して間が経ってますけれども、そうですね、はい、今日は、はいはい、こちらのヘッドのスピードですね、はい、スピードの、はい、MP ですね、 MP の、はい、新旧対決ということでどう変わったかということ、はい、この番組は、トラックマンを使用して、はい、感覚だけではなくて数値をもとにどう変化したのか進化したのかを、はい、皆様にお届けする番組でございます、はい、ヘッドのスピードやっていきます、はい、よろしくお願いします。では斉藤さんやっていきたいと思いますが、スピード、はい、発売したのが、1月の中旬ですね、はい、もうまあ今この撮影してる時で発売から1週間経ってないぐらいなんですけど、まあでも、はい、やっぱり選手の使用率も高いですし、はい、そうですね、ジョコビッチ、シナーと活躍してますから、はい、やっぱり人気はあります、ね、新しいの変えてませんけどね。そうですね、どういうことですか、困ってましたね、シナーも、ね、どういうことですか、はいはい、ということではありますけれども、はい、ヘッドのスピード、こちら期待の商品というところでございまして、はい、新旧やっていきますが、はい、まずヘッドの中でもスピードというと、やっぱりまあ真ん中のスペック、うん、まあ黄金スペックで、はい、まあ、その中でもちょっとこうパワーも必要なラケットかなとは思うんですけど、はい、まあ、スピードという名前ですからね、はい、やっぱりそうですね、はい、今回のキャッチコピーがザ・アート・オブ・スピードですから、本当によく覚えてます、読んでます。え、勉強してないんですか。ごめんなさい、そこは読まないな。カタログを、ね、拝見すると、はい、芸術的なスピードとおっしゃってるのかもしれませんけども、はい、ジョコビッチ、シナをはじめとした多くの選手が、ね、はい、今回の前後だってどれだけヘッドの選手が、ヘッド、はい、特に男子はすごい感じますね。ヘッドかバボラかぐらいの形で、はい、上、はい、ベスト8の4人全員ヘッド、はいはいはい、ベスト8 5人ヘッドでしたね。そうですね、はい、はい、まあ、そんな中の代表的なモデルでやっていきますが、はい、新旧ということで今回はスピード MP 同士の対決、はい、ということで、はい、ここでご登場いただきますのが、はい、関桜豪華店の広志さんでございまして、はい、お二人に打っていただくと、はい、ではまず加藤さんから打っていただいているシーンからご覧ください。はい、こちらです。加藤さん的にはちょっとタイプのラケットではないのかもしれませんけれども、うんうん、はい、こちらがニュースピードでございます、はい、スピードでもどうなんだろう、なんか好きそうな、なんかね、多分スピードの98とかあれば好きな気もするんですけど、はい、そうか、そこなんですね、こだわり。ちょっとね、ちょっとなんかパワーがあるのかなというところはございますが、はいはい、スコア見たいと思います、こちらです。はい、はい、上が旧スピード、下がニュースピードということでございまして、はい、見ていきますが、まずはスピードから、はい、2、3キロスピードで上がってますね、はい、スピード上がってると言っていいかと、スピンレートは、はい、うん、その回転が落ちてる、そうですね、はい、5% ぐらいちょっと下がってるかなって感じですね。スペックはね、丸って一緒なんですよね、はい、変わってないですからね。入ったのはオーセチック 2.0 という、うん、そうですね、このグリップの部分ですね、はい、グリップの部分に構造、はい、新構造、カーボンが入ったというところだけなので、はい、フィーリングの話になるかと思ったんですが、スピードが落ち、上がってスピードが落ちてる、はい、そうですね、はい、アングルがちょっと上がってる、アングルはちょっと上がってますね、クリアランスもとクリアランスも上がって、長さがちょっとだけ長い、そうですね、全体的に持ち上がってる、うん、これが感覚か、要は今回の進化は、うん、振動が少し少なくなる、はい、フィーリングがダイレクトに伝わりやすいということだけで、はい、うん、スピンにつながっているということになっちゃいますけどね、うん、でもこの笑顔はなんかすごく、あの、ね、この笑顔はね、はい、今回ちょっと笑いましょうっていうことで笑ったので、そうですね、なんかすごい満足した感じがあるから、じゃあいいんじゃないですかね、コメント聞きましょうかね、はい、はい、こちらになります。手元でのパワー感、飛び出し感、飛んでるなと思われたのはどっちですか。飛んでるなと思ったのは新しいスピードですね。新しい方が、はい、はい、では引っかかり感、回転かかってるかなと思われたのはどっちでしょうか。打球感的にはその新しいスピードの方が好きなんですけども、
ただ、引っかかり感という感じでは、はい、旧作のスピード前回の方が良かった。そうですね。じゃあ2つ比べてみてどう変わったように感じられましたですか？主にやっぱ打球感が、新タイプの方が柔らかめになったって印象なんですけども、柔らかめ、マイルドになった感じ。そうですね、はい、で前回の方が少し食いつきというか、はい、回転かかりやすい1個前の方がですね。そうですね、はい、はい、と感じました。と、うん、はい、いうことは前回の方がフレームはしなってる感があるのに、うん、打球感は今作の方が柔らかく感じる、はい、これがオーセチックがもたらす影響かもしれないですよね。そうですね、フレームがしっかりしてるのに、はい、まあ、振動減衰性が高くなってるというところかもしれません、うん、で加藤さんが使わなければいけないとしたならばどうでしょうか？はい、新しいスピードです。新しい方、はい、それは打球感が良かったから。打球感好きでした。好きな打球感、はい、好きな打球感、言葉で表すとどんな打球感でしょうか？主にその、まあ、振動がやっぱ少ないのと、その手元で の、 感覚ですね。なるほど、はい、じゃあ加藤さんの感覚に合ったと、はい、いうことですね。はい、はい、分かりました、ありがとうございました。はい、はい、ということでございまして、はい、加藤さんの感覚に合ったということでございまして、うん、まあ、トラックマンデータを肌でも感じ取られてた、はい、そうですね、はい、まあ、本人が感じてたように、うん、ちょっとスピンとしては前作のモデルの方がよく感じたっていうのも敏感に感じ取ってましたね。ね、うん、はい、なんでなんでしょうね。ね、オーセチックが入っただけということにはなるんですけども、うん、はい、まあ、逆に言うと、回転が悪くなったというよりは、うん、スピードが上がった。そうですね。芸術性が上がった。ザ、うん・アート・オブ・スピード。どうしてもそこ使いますね。そこにつなげるしかないかなというところはありますけれども、はい、うん、まあ、ただ打球感がマイルドっておっしゃってるのは、うん、はい、まあ、メーカーさんがおっしゃってる通り、はい、オーセチック2.0、はい、はい、聞いてると。そうですね、でもそれが、うん、例えばね、うん、スピード感が上がった、パワーが出たって感じると、うん、やっぱり硬くなったっていうイメージを持ちがちなところが、それがなく、はい、逆に柔らかく感じながらパワーが出てるっていうのはすごくいいところだと思いますよ、ね、なるほど、はい、いいところ開いましたですね。ありがとうございます、はい、ではもう一方、長尾さんに、はいはい、こちらで登場いただきたいと思います、はい、こちらになります。はい、見ていただいてます。なんか長尾さんの方が多分私は合うのかなと思って、はいはい、お気に入られるんじゃないかなと思って見てたんですが、はい、うん、オーセチック 2.0、まあ、打球感どうですか、お客様のプレステージ等々の反応。そうですね、変わったという、まあ、トラックマンで計測した中で、はい、まあ、新旧ってあんまりねやることはない、他社との比較っていう形になるんですけど、はい、まあ、思ってたイメージほど、まあ、例えばプレステージでも、はい、そんなにハードルが高すぎないんじゃないかなって言われる方が多いですね。ということでやっぱり打球がマイルドになっている。そうなんです、はい、ということはこの今回のスピードでもそういった恩恵が出てるだろう、うん、出てる感じがしますね。ではスコアいきたいと思います。こちらです。上が旧スピード、はい、下が新スピードでございまして、はい、まずはスピード、はい、上がってますね、はい、スピンレート、はい、あ、落ちてる、はい、アングル、まあ、変わらず、はい、クリアランス上がってる、うん、距離も伸びてるから、うん、加藤さんと同じような、そうですね、しかし変化が起きている、うん、今までちょっと逆になることもあったりとかはあったけど、今回全く多分同じなんですね。なるほど、スピード上がってスピンがちょっと下がった感じで、はい、アングル、クリアランス、レングスが上がってるっていうところは、はい、なるほどですね、ね、珍しく2人とも一致しましたね、はい、ですし、コンシステンシーがかなり良くなってる。そうですね、あ、かなりというよりは良くなってますね、はいはい、そうですね、なので、うん、あとは長尾さんがどう感じになったか、ね、先に聞きましょう、はい、こちらになります。手元での飛び出し感、はい、パワー感はどう感じられました？飛び出し感、パワー感は新しい今年のモデルの方はよく感じました。の方が飛んでる感がある、はい、では手元の引っかかり感、パワー感はいかがでしょう？引っかかり感は旧モデル、旧モデルの方が、はい、2020年モデルはよく感じましたね、はい、なるほど、シャリって引っかかってるような気がしました。となると、はい、じゃあこの2つの差という部分ではどのように全体感としては、全体感としてはやはり、まあ、新しい方がよりこう飛び出し感が良くて、まあ、飛んでってくれてるなっていうのは気はしましたね。なるほど、じゃあ前回のが柔らかいので、はい、球持ち感はどうなんでしょう？球持ち感は、球持ち感もちょっと前のが良かったのかなという気がするんですけれども。なるほど、はい、ということは、球持ち感とちょっと近しい言葉かもしれませんが、はい、振動減衰性というか、はい、柔らかく感じ、はい、雑味がないというのはどうなんでしょうか？雑味のなさで言ったら新しい方が良かったように感じます。やっぱりオーセチック2、はい、そうですね、やっぱりその効果があったのかなというふうに感じました、はい、対象ユーザーはいかがでしょう、はい、変わりますでしょうか？いや、
変わらないと思います。まあ、多分こちらの方が気持ち少し硬く感じるので、まあ、よりしっかり打てるんじゃないかなというのは感じましたね。あ、なるほど、はい、新しい方がじゃあ、少し硬く感じるというところなんですね。はいはい、まあ、カチッとしてるという感じですね。でも振動というのは少なくなってる、ちょっとまあ不思議な感覚でしたけどね。なるほど、はい、となると長尾さんが使わなければいけないとしたならばということになるんですが、新しいのを選びます。新しい、はい、はい、分かりました、はい、ありがとうございました。ございます。はい、ということで、うん、長尾さんも肌で感じておられて、はい、引っかかりは前作、そうですね、なので新作の方がスピードが出ているということで、はい、The Art of Speed ということでございますが、うん、はい、長尾さんも加藤さんと同じく打球感はよく感じられた、うん、はいはい、そうですね、まあ、うん、そこが一番、ね、今回のモデルチェンジしたところとしては大事なところかなと思います。そうですよね、はい、まあ、メーカーさんとしてもそこが一番、うん、まあ、歌っていくところというところでは、はい、うん、打球感の改善、うん、雑味がなくなる、うん、大瀬地国鉄のおかげ、はいはい、これはお二方とも、そうですね、はいはい、これ我々測ってはいないんですけど、はい、この縦しなりとか順しなりってどうなんですかね、はい、でこれも勝手ながらですけど、はいはい、天一部我々の方でお調べすると、はい、メーカーさんとしては歌ってないです、はい、オーセチック 2.0 が入っただけということなんですが、はい、新作の方が、うん、順しなりも縦しなりもちょっと硬くなってるんですよ、うんうん、なので、長尾さんも加藤さんも弾き出されてる数字、うん、回転がちょっと悪くなって、うん、スピードが上がってるっていうのは、うんうん、このしなりというか、はい、ラケットの強靭さから見てもあってはいるんですよね、はい、ただこれちょっとメーカーさんとしてここを歌っておられるわけではないので、そうですね、はい、うん、まあ、でもその両方が上がってるってことは、うんうん、まあ、先ほどね加藤さんの時もそうだけど、はい、じゃあちょっと打球感として硬く感じちゃいそうなところを、うんうん、そうですね、オーセチック 2.0 でカバーしてくれてるっていうのが、はいはい、打球感は柔らかくした中で、うん、フレーム全体がしっかりしたんじゃないかなと、うん、それが The Art of Speed、そうですね、スピードを上げにいったと、はいはい、回転、決して回転じゃないですもんねそうなんです、回転だったらエクストリーム使ってくれよというのがヘッドさん の、はい、コメントになるでしょうから、うん、はい、そうですね、そういう進化は、まあ、ラケット自体としては合致しているのかな、うんうんうん、ただ打球感が、ね、良くなってるっていうのはそうですね、はい、まあ、そのやっぱり打球感の良さっていうところと、うん、まあ、攻撃的なやっぱりこれ速い展開でっていうのがスピードの良さだと思うんで、うん、まあ、そこを求める方にとってはやっぱりおすすめしたいですね。皆様もスピードをアートまで昇華させたい方は、うん、そうなんです、ぜひぜひという形で、はい、よろしいですかね、はい、はい、そうですね、はい、まあ、MP 以外にも、うん、4本でした、4モデルでしたっけ、そうですね、はい、はい、4モデルもうちょっとあるけど、まあそうですね、今後出てきますけどね、はい、なるほどなるほど、あ、そうか、追加もあるということですもんね、うん、そうですね、でもぜひぜひやっぱり選手に使ってほしいなっていうのありますからね、はい、ジョコビッチがいつこれに変えていくのか、はい、当面は一応黒を使う予定ですけど、はい、まあ、それもシナーがね、ね、はい、空冷に突っ込まれないように変わってほしいなっていただければと思いますからね、はいはいはい、素早く動けるようになったパンダでございますので、はい、ぜひぜひ皆さんご注目いただければということでございます、はい、大丈夫ですかね、大丈夫です、はい、以上で今回は、ヘッドのスピード新旧対決ということでお届けいたしましたので、はい、コメント等々ご参考にいただいて、はい、まあ、データもね参考にいて、そうですね、はい、ぜひぜひお買い求めに、はい、ご決断を、はい、試していただきたいと思います、ね、はい、ということでございました、はい、斉藤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。